ただいまより、JA 全農と BASF の共催によるオンラインセミナー、AI が補助の将来を予測、スマート農業を実現する栽培管理支援システム、ザルビオフィールドマネージャーとはを開会いたします。私は本日の司会進行を務めます、石田あゆみです。どうぞよろしくお願いいたします。 それではまず最初に主催者を代表して全国農業協同組合連合会常務理事久保正蔵よりご挨拶をさせていただきます皆様こんにちは JA 全農の久保です本日はスマート農業を実現する栽培管理支援システム ザルビオフィールドマネージャーのセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。2020年新型コロナウイルス感染症の広がりは社会に大きな影響を与え暮らし方や働き方が大きく変化しました。また食と脳の現場においては安全安心な食料供給の観点から 国産農畜産物の価値が見直される機会となりました。このような環境下でも食料を安定的に供給できていることは生産者の皆様の努力の賜物であり、また生産者の皆様と J グループが共に築き上げたサプライチェーンが機能している証であると考えております。さて、2020年は 農林水産省が5年ごとに調査を行っている農林業センサスの公表の年であり、最新の統計数字が公表されました。前回調査と比較すると、農業経営体数は個人経営体が30万3000減少し、農業生産法人などの団体経営体が1000経営体増加しており、 生産構造の変化が加速度的に進んでいます。農業経営耕地面積の集積では、10ヘクタール以上の大規模経営体割合が55.7%を占め、初めて50%を超えました。こうした農業を取り巻く環境の変化は今後も続くと予想されますが、一方で農地が集積されても、 補助が小規模で、かつ分散している場合が多くあります。補助ごとに栽培条件が異なることを考慮して、適切な栽培管理の判断を行うことは、非常に煩雑であり、容易なことではありません。しかし、このことを解決できなければ、さらなる経営規模の拡大や効率化の進展は困難であると考えられます。 2021年度は全農の中期参加年計画の最終年度にあたります。全力結集で挑戦し未来を作るをキャッチフレーズに、生産基盤の確立を事業の最重点事業施策として掲げており、担い手への支援、農業 ICT の導入、 生産資材のコスト低減などの取り組みをさらに進めてまいります。また、将来の日本農業はどうあるべきか、どうすれば農業はもっと効率化できるかという視点で、様々な業界や企業、団体とのアライアンスを進めております。その一環として、150年の歴史を持つ総合科学メーカー、 BASF の子会社である BASF デジタルファーミング社と栽培管理支援システムの開発を進めてまいりました。それが本日ご紹介するザルビオフィールドマネージャーです。ザルビオの最大の特徴は高精度な生育予測を実現するために開発された AI が搭載されており 生産者の皆様の栽培管理上の意思決定をサポートできるシステムであるということです。本日のセミナーでは実証試験にご協力いただいた生産者の皆様のインタビューを交えながらサービスを紹介させていただきます。JA 全農では2018年からクラウド上で補助情報を電子地図として管理し、 補助管理を効率化する営農管理支援システム ZGIS のサービスを開始しました。ZGIS とザルビオはデータ連携が可能であり、その結果、生産者、JA の営農指導員、タックの皆様が、営農の全体状況を精密かつ効率よく把握することが可能となります。 最後になりますが、JA 全農では、質の高い取り組みをスピーディーに行うことの重要性を意識し、これからも強い日本農業の構築に貢献してまいりたいと考えております。今後とも JA 全農の事業につきまして、ご協力とご理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。